はい、今ねどこにいるかというとね、コロンビアの、メデジンにいます。メデジンのところで今ポプラド地区って言ってね、まあ飲み屋が多いとこね、まあ、来てます。そこのところで今、まあ、こういう感じいるんだけどね、日本食屋があったらちょっと気になったんだけどカードが使えないってことで、あの手持ちの現金があんま多くなかったんで、他のことしたんだけど、まあ、飲んでます。飲んでいきましょう。でそこの下があの飲み屋なんだよね。で今回ちょっと気になったのはね、ここです。このところ見てください、ね、ここのところ鉄格子沿いに物を渡してますので、まあ、ボートも結構いますからね、まあ、こんな感じで鉄格子沿いにということで、ここで飲み物を買ってここで飲むこともできるんですということで、こういったところもあるということで、その精査していただきました。でそこ公園になってるんだけど、なんか大阪の西成のあの公園みたいに見えるけど、まあこんな感じです。まあ飲んだ後は、ね、気をつけないといけないのは、飲みすぎて、ね、あの泥酔して事故にならないように、冒頭に足が合わないように気をつけないといけないです。